はい、こんにちは。まえチャンネル、まえはらです。はい、今日はこちらですね。うん。仮面ライダーゴースト、ゴーストチェンジシリーズ01、俺魂です。仮面ライダーゴーストの、このフィギュア出ましたね。うん。こちらはですね、ゴーストドライバーと、あとガンガンセイバーと、同日に発売されたものですね。はい。そしてパッケージの裏側に、ゴーストチェンジシリーズ02の、武蔵ゴーストとエジソンゴースト、これももう記載されてるね。うん、これももう間もなく発売されることでしょう。そうだね。では早速開けてみましょうか。はい、ゴーバット。じゃあまずゴーストから。おお、ちゃんと胸、あ、すごい、クリアだこれ。本当だ。でこちらアウター、あとガンガンセーバーのブレードが入ってますね。あ、これまでクリア。あ、本当だ。はい、ということでこちらがゴーストの素の状態ですね、うん、びっくりしたのがこれ、なんと体部分全部クリアパーツだね。ここ後ろ透けてるんだよね。ほんと？すごいんだよ。ほんとだ。あ、体だけじゃなくて腕もクリアだよ。え、あ、ほんとだ。足もクリアだね。足も、あ、ほんとだ。後ろから光当ててみようか。はい。ほら、クリアな感じよくわかるね。ほんとだ。ねえ、体クリア、腕もクリア、うん、足もクリアだね。うん、いいじゃん。そしてこれがガンガンセーバーのブレードだね、うん、これもクリアパーツ出てきております、うん、はい、そしてこちらが俺ゴーストだね、うん、全て軟質パーツでできておりますね。ほんとだ、うん、でこの部分だね、この部分がなんか顎にこう角生えてるみたいになってるけど、ここが頭になるわけだね、うん、はい、じゃあ早速ちょっとゴーストにしてみようか、はい、まずねこの、あ、そう、ここをひっくり返して、うん、顎のところを上に持ち上げる、はい、で、これを上からはめるだけ、うん、はい、ということで仮面ライダーゴーストの俺魂できましたね、はい、これね、上からこうかぶさってるだけなんだね、うん、だから、この顔がね、すぐちょっとずれちゃうかな、そこちょっと問題だな、うん、あとこのフードは残念ながら下ろせませんね、うん、ずっとかぶった状態です、うん、そこがちょっと残念ではあるけども、まあただ、うん、いいね、うん、この体のクリアパーツとかはなんか本物っぽいよね、うんうん、ゴーストドライバーもちゃんとクリアパーツ出てきてるね。ほんとだ、細かいね。いいじゃん、今回すごいいいよ、うん、可動はいつも通りだね、うん、肩と腕と手首、うん、あと股関節、膝、足首、うん、あと問題なのが首が動かない、うん、アウターの中だから、うん、ここはちょっと残念かな、うん、腰は、腰動くね、うん、腰動きます、はい、じゃあちょっとポージングしてみようか。はい、はい、こんな感じですかね、うん、やっぱちょっと首が動かせないのが辛いね。そうだね。エイシン君もポージングしてみる。はい、はい、エイシン君ポージングしたやつこんな感じですね、うん、なんかやっぱ似た感じになっちゃったかな。そうだねこれしょうがないね。そうだね、はい、やばい、俺仮面ライダーなのに人跳ねちゃったよ。どうしよう。大丈夫、俺は仮面ライダーゴースト。てか君大丈夫なの？僕はもうすでに死んでるから大丈夫だよ。死んでるの？じゃあもう一回跳ねても大丈夫ってこと？もちろん大丈夫さ、僕は死んでるからね。はい、ということで今回は仮面ライダーゴーストゴーストチェンジシリーズ01俺魂でした。